こんにちは、エビです。今日は一日外出録班長第6話で大月班長が食べていたネギトロ丼ネギ多めの豆板醤うずら卵を作って食べましょう。ネギトロに合うのか班長も疑っていましたが、実際どうなんでしょうね。ネギ多めなのでいっぱい切りますね。醤油、だし、酒、砂糖を入れてチンして完成。わさびは入れません。海苔を乗せてネギトロ、卵、豆板醤、ネギをたっぷり乗せタレをかけ完成です。いただきます。おいしい。ねっとりピリ辛のネギトロ丼ですね。感覚的に辛子明太子味のネギトロを食べてる感じです。うまさ倍付けってやつですね。みんなも試してね。さようなら。